兄勝とは、危機等に伝わる古代日本の人物。古事記では、兄うか子こと表記されている。弟勝の2位。古事記中間、日本初期巻、第3ともに、以下のような物語を伝えている。勘山と言われ彦の天皇は、八タガラスの導きと道のみ命の働きで辛くも、大和の宇田専有にたどり着いた。初期の小読みによると、言われ彦は、 土の絵馬年8月2日に、宇田県の先駆け卒である兄勝、弟勝兄弟を呼び出した。しかし兄勝はやって来なかった。それどころか、古事記によると、使いに出した八田ガラスが、今天津神の御子行き面でしつ。何時使いた手祭らむや、わけ、小木原朝夫と呼びかけてきたのに対し、成りかぶらのある新宮を作り、もてなしをするかに見せかけて、岩われ彦を殺そうと企んだ。 しかし、この関係は、岩われ彦の飯に応じた弟勝によって報告された。結果、道の尾身のに、自分が先に入ってみろと、剣という身で脅され、あえなく自身の作った罠にかかり、圧死してしまった。兄勝が死んだことにより、その地は、宇だの地原と呼ばれるようになったを埋めるほどだったから、だという。弟勝は、戦勝を祝って、酒や牛肉を用意して、もてなしをした。 言われ彦は、古事記によると、以下のような歌を歌ったうちは、初期の表記。歌の高城に、市議権春割れが松屋市には触らずいすく橋くじら触る。前菜が魚骨は、サバリツコの実の無欠を小きしえねじょうえねごさいが、魚骨はサバ実の竹くを小木だひえねえしや腰や、この灰の、ごふそわしや腰やこれは、あざけり先不ぞ、くじらがかかってしまった。 子尿棒が欲しがったら実の少ないところを削り取って、やれば女尿棒が欲しがったら実の多いところをいっぱい削って、やれええ。しやしやこれは憎み寝たもうとする声でああ。しやこしやこれは、ね、あざ笑う声で、初期はこれを決め歌とし、画フの大きさ小ささ、音声の虚ささいさありと注釈をつけている。初期ではこの後、吉野で国つみの光、岩配別が、こ 高所が子に迎えられることになる。ありがとうございます。